アーリーエクステンションって皆さんご存知ない方もいらっしゃると思うんで、簡単にやっちゃう。簡単に簡単にやるね。ジャンプするときですね、膝を伸ばしたままジャンプしましょう。はい、すごく皆さんレッスンをしてて悩んでる方が多い現象が1個あって、それでどうやったら治るのかな、簡単に治るのかなっていうのを、簡単に治す方法をマイケルに教えてほしいんです、うん、何かっていうと、皆さん右腰がこうやってバンって前に出て、まあ要するにアーリーエクステンションと言われるものが非常に皆さん悩んでる方が多いです。アーリーエクステンションって皆さんご存知ない方もいらっしゃると思うんで、ちょっと説明していくと、要はこのボールに対してダウンスイングで近づいていってしまう。お尻の位置が前に前に行く動きですね。だからこれがアーリーエクステンションって言うんですけれども、こういう動きになると基本的にボールとの感覚が詰まってしまうので、シャンクが出てしまったりとか、基本的にはクラブが寝やすくなるのでフェースが開いたりとか、下から入ってチーピーしたりとか、まああまりショットとしてはいい動きじゃないと、まあデスムーブの一つと言われてます。はい、デスムーブっていうのはやってはいけない動きですね。はい、で結構多いですよね。でよくあるのが、やっぱこう壁とかにね、こうやって、まあ、レッスンに来ていただければ実際これが正しい動きですよっていうのを我々が誘導してですねやりますから、割と体感していただくんですっと治ったりするんですけど、簡単にやっちゃう。簡単にやるね。多分これいくつか原因があって、まず一つ目にアーリーエクステンションっていうのは、要は前に行く動きじゃない。どっちかっていうと構えたところよりもこういう状態になるから、まあ要は当然前に出てしまうんだけど、これって要はアドレスの時にかかと体重になりすぎてると、基本的にはスイングってもうこれ以上後ろに行きにくいじゃない。バランス的には前に行きやすくなるんで、まずチェックしてもらいたいのがアドレス。かかと体重になりすぎてると割とダウンスイングで前に行きやすい。まず一般的なんですけど、まあ、母子球重心みたいなね、足の指、親指のこの膨らみの部分あたり、土踏まずの前あたりでまず重心を感じて構えましょうと。まあそうすると割とまあ真ん中っていうよりもちょっとつま先寄りになるんで、スイング中にこれよりも前に行くのってちょっと難しくなる。あとね、このダウンスイングに入ってきた時にここの寄っていってしまう動きですよね。これが骨盤がめちゃくちゃでかい人、背骨って大体真ん中ぐらい、真ん中、大体真ん中っていうか真ん中ですよねまあ偏ってる人いません。で真ん中だとしたら、基本的には要は回転して背骨が軸だと、ここの位置が動いちゃうといけないわけじゃない、位置が。ってことは腰を回していこうと思ったら、まあこういうふうになる。こうですね。まあこれが正しい骨盤の回り方なんだけど、アーリーエクステンションになってしまう方っていうのは、今これが背骨、左股関節、右股関節だとするじゃないですか。左股関節を支点に回っちゃってる方なんですよ。だからレッスンではアーリーエクステンションしてしまう方は、足を膝を伸ばしましょうとか、左腰を後ろに切りましょうとか、そういうような表現でやったりするんですけど、この回ってる支点が本当は背骨じゃなきゃいけないのに、左股関節が支点になってるからこういう動きになるんですね。本来ここで回ればアーリーエクステンションにならないですよね。まあ、もうちょっとここですけど、なんだけど左股関節、要は膝の高さを変えないで回そうとするとこういう動きになりますよね。右サイドがそうすると前に出て、右に出ていいのってなるんですけど、背骨を中心にしたら右の腰出てますよね。右の腰前に出ていいんですよ。ここを出さないようにするとまずこういうスイングになっちゃうんで、ダメだよっていうことです。2つ目の理由として、骨盤の回ってくその視点が左股関節になる。で、あとはそもそもこのボールをね上げようとしてこうなってしまう方は、やっぱりこういうふうに腰の流れになったりするんですけれども、大体まあそこはでも結果そうなるっていうだけで、まあ理由1のアドレスと理由2の回ってくるところのイメージ、視点のイメージが違うんでアーリーエクステンションになっちゃうということなんです。このアーリーエクステンションが治れば、
回転の軸が当然安定するのですごくねスイングとしては、ね、再現性が上がって、全体のパフォーマンスが上がると思います。なおかつクラブは寝ないんでやっぱりしっかりボールにコンタクトできるんで距離も飛んでくるし、まあ、距離が飛んでくるというか距離が安定してくるんで当たってる時と当たってない時の差が小さくなりますからぜひ直してもらいたいんですけれども、だからここをしっかり直していこうという感じなんですよね。でやっぱり一つポイントとしてじゃあ一個だけじゃあ今日はあの練習方法をですねやっていきたいんで練習方法というかイメージ題して膝カックン法何を言ってるのかというと超大事なことを言います。で今言ったようにこの左の股関節を動かすには左足の動きここが独立して動くわけじゃないですよね。これっていうのはフットワーク足の動きでここをコントロールしてるわけですよ。この P6 ですね P6 の位置からこのインパクトに行くときにはやっぱり膝が伸びていって腰が回ってくるからこういうふうなインパクトができるわけで要はこういう動きをしたいわけです。左股関節を動かすためには左膝の動き左足の動きっていうのが大事なんだよ。膝の高さが変わらなかったらいつまで経っても左の股関節の位置は後ろに行かないんでこれで回して回してって回りません、はい、そういうわけでですねこのどうやって伸びるかじゃあジャンプするときにですね膝を伸ばしたままジャンプしましょうと。これはですね僕が運動神経が鈍いからではありません。膝がジャンプしようと思ったらやっぱりカウンター動作ってあります。こっちに飛びたいんだけどこっち側に溜めないと飛べないわけです。膝が伸びた状態だともう全く飛べません。膝が伸ばせないわけですよ。ダウンスイングっていうのは一回深い位置に入ってこないと足っていうのは使えないということ。だからこのバックスイングトップの位置からダウンスイングでだいたいアーリーエクステンションで悩んでる方っていうのは壁にお尻つけて背振りしても実際ボールを打つときにやっぱ前に出ちゃう。そこでさっき言ってた膝カックン法このアドレスの位置から要は僕らで言うとスクワットポジションとか言ったりします。この位置に入ってくれれば切り返しの時にここからこの位置に入ってくればいくらでも足って踏めるんですね。アーリーエクステンションの方っていうのは割と頭の高さを変えないでスイングしようとする方が多いんでこのまま降りてくるんで一見綺麗なスイングに見えるんですけどもう足が動くわあれがないスイングイメージの中で頭の高さを変えないことが正しいと思っている方はアーリーエクステンションになりやすいです。しかも頭の高さが変わらないっていうのはもうこういうフリップ打ちになりやすいです。要は振り子みたいに単純な振り子みたいになっちゃう、はい、プロゴルファーで頭の位置がずっと変わらないっていう選手ほぼいないです。飛ばす選手ほど体の使い方が上手い選手ほどトップの位置からダウンスイングっていうのは頭の位置が下がってそれをどう出すかっていうとですねここからまあスクワットポジションに入るんだけどこの入り方っていうのは一瞬無重力になりたいわけですよ。いや、まあ、笑ってるけど本当です。膝カックンねこう上がってた時に膝カックンみんなこう小学校の時とかやったと思います。でこの切り返した時にファーンってなると基本的にはもうこういう動きなわけで一瞬トップの位置から膝カックンそうするともう膝曲がってるんでこれを伸ばせばインパクトになるわけ。バックスイング膝カックン伸ばす。今ので言うとこのバックスイングねこのアドレスの時にこの頭の位置にこう線引いちゃいますね。でバックスイングからトップの位置っていうのはこうやってこの位置で下がっちゃいけないですね。この位置はしっかりとキープしてダウンスイングでここから膝カックン法ダウンスイングっていうのはこれが膝カックンでカクーンとこうやりますね。こうやってですねダウンスイング以降はですねこうやって頭の位置見てください。この赤い線からどん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 こう下がってきてますよね。これは OK です、はい、でこれが同じ高さにいるとクラブのフリップが起きたりこれ今見ての通り
膝がしっかりと曲がった状態できてますね。こうなると左の膝をこう踏みやすくなってくる、左の腰がこう回ってきやすい。左の腰がこうやって構えた時のこの後ろのお尻に引いた線から離れていかないんで、このアドレスの時の構えてからスイング軸があったとして、お尻の位置が変わらないんで、この前傾が最後まで変わらないスイングができるということなんですよね。どうでしたでしょうか。このアーリーエクステンションは結構やっぱり、やってはいけないスイングのうちのワイパーは一つで、やっぱりこうなっていいことないんで、まあ、このあたり皆さん注意してやっていかなきゃいけないんですけれども、1個ですね、今日の動画で1つ学んでもらいたいのは、頭の位置は同じ高さでずっと打たないよと、上下動していいんだよということですよね。このイメージを持ってください。これがないと、動いていいんだっていうのがないと、おそらくアーリーエクステンションは治らないです。でしかもスクイーチも治らないです。トップアドレスからトップの位置、ここまでは頭の位置の高さっていうのは変わらない。ここの位置で低くなってしまうと、逆にダウンスイングでなんかこう伸び上がる動きになってしまうんで、アドレスの位置までは同じ高さで来て、ダウンスイングは膝かっくんで下がったり、でそうするともうこのスクワットポジションに来てますから、ここで左の足をどんどん踏むだけ踏んであげれば、まあ、いわゆる地面反力みたいなものを使えるだろうし、今のアーリーエクステンション、この腰がボールの方に近づいていってしまって前傾がキープできないっていう悩みも解決できるということなんですよね。まあそんなわけでですね、今日はこのアーリーエクステンション、この膝かっくんで直してみましょうということで、じゃあなんか、感想であったりとかお悩みみたいなものをコメント欄に残していただけると嬉しいです。それからためになったよという方はグッドボタンの方お願いいたします。あとチャンネル登録もですね、よろしくお願いいたします。はい、それではまた。